トゥインさんは遥か彼方の銀河の端にある新しい惑星。その惑星軌道は2つの太陽の間で安定していた。赤道に沿って広大な山岳地帯が広がり、惑星を南北に分けていた。それぞれの半球は一つずつの太陽に照らされていた。北半球にはオレンジの空が広がり、南半球よりも暖かい。極の地帯以外は気候も非常に温暖で、その気候に合った生命体が繁殖していた。惑星に生きる4つの種族は、スフェロ族、ラビバニー族、クエッチ族、グロボ族。ボー君、ファンフロック博士が現れるまでは、みんなが共存し平和に暮らしていたのだ。ファンフロックの台頭によって、惑星の民は恐怖に怯えながら暮らすようになった。彼は警察国家を建設し、住民はいつも疑惑の陰に怯えた。ファンフロックは力で住民を統制したのだ。彼の力を裏付けるのは2つのハイテク兵器、クローニングとテレポーテーションだ。彼は自由に各種族のクローンを作り出し、自分の軍隊の一員としていった。そして至る所に設置したテレポッドで彼らを惑星全土に配備したのだ。何年か経ち、人民を守るという名のもとに、ファンフロック博士は惑星の住民を南半球に集め始めた。抑圧は厳しく、毎日大量の逮捕者が出て、惑星の民は次第に希望を失っていった。それでも、わずかに残った勇気を奮い立たせるため、惑星の民は古代より伝説にある女神センデルの名を口にした。すると、ファンフロック博士はセンデルについて語ることを禁止したのだ。その頃、クエッチ族の若者トゥインセンは奇妙な夢を見ていた。